講演はプレゼンテーションと桁違いです。リシェイプの皆さん、おはようございます。本日みんな紹介したいのは、講演中で自信を持ってスピーキングするというの裏技です。早速ですが、僕は昔ながらいろんな楽器を弾いたりしたこともあって、だからいろんなコンサートもやったりしたことがある。ですがコンサートとかやる間にはあまり人の名前が変わらないから、自分の楽器に見たりするのは 90% ですね。大体はあまりそうお客さんを見たりするではない。例えばね、歌う時にも他の人だけにも集中するんですけれども、でも公演の時は他のお客さんみんなを引っ張らないとはあまりそれが言葉が伝わないということです。では自分が何が習ったかというと、そうですね、結構世界中のでかいのパブリックスピーカー、トニー・ロビンスとかね、リチャード・ブランソンさんとかは、彼らはパブリックスピーキング、つまり講演するときには何かするかというと、結構の儀式がある。最初の儀式、最初の裏技なんですけれども、瞑想です。瞑想は何かというと、瞑想はね、自分の体すべてが落ち着くということは一番特徴です。では2番目はインカーネーションですね。インカンテーションですね。インカンテーション、日本語だったら呪文ですね。そのインカンテーションするときには、すべての言葉は、そのアファメーションの言葉は体に刻めるから、これはすごく効果的だと思います。では、3番目なんですけれども。3番目は何かというと、ステータスエクササイズですね。ステータスエクササイズの時は何かするかというと、自分が自分の将来、もっと自分の次のレベルの自分との、一体化になる。その一体化になるからそう、自分の生産性こそもすごく上がっていく。では4番目なんですけども、4番目はアンカーエクササイズですね。アンカーエクササイズは前にはエンカーエクササイズしないとすぐにできないですね。前には毎日毎日アンカーエクササイズやったら、そっから公園でそのアンカーというのサインだけやったら、自分がすぐにこのすごく幸せのステータスに入るというエクササイズなんですけれども。では5番目、自分は一番おすすめなエクササイズなんですけれども。どちらかというと、その前のエクササイズは結構効果的なんですけれども、でも実際の話すというのは、実際の講演とはあまり関係ない。これは講演の前で自分のムード、自分の体とかの動き方、自分の自信とかなんですけれども、でも自信を持って話すはちょっと別の話です。だから自信を持って話すのはいろいろなものがあって、例えば間をつけてとか、あるいは自分その文章の一番最後で、文の最後で自分の声を下げたりとか、こういういろんな技があるんですけれども、でももっと自信を持って話すのは、結構講演するの人はみんな興奮するだから、その前ではね、いろんなスクリプトがあって、そのスクリプトはあまり覚えきれないとか人もいるんですけれども、どうやってそれを覚えるかというと、どうやってスクリプトなしですごく話せるようになるかというと、それはハートから、心から話すというのは裏技です。で、その心から話すの裏技なんですけれども、どうやってそれをするかというと、それはそうですね、自分が話したいの言葉を一回想像して、でその話す間にその言葉をその心のところに移して、でそこから放つというのはエクササイズです。これをだんだんやるとすごくプワーッと出る。で、大体はこのフローというですね、その流れというのを状態に入るためには大体20分がかかるんですけれども、集中力ですけれども、でもそのハートから放すのエクササイズするからこそ、20分もかからず
もっと短縮できる、まあ、5分以内でもすぐみんなを引っ張れるというのをハートから話すのエクササイズで、これはだいたいみんなの講演者がやってるんですけども、あまり話さないのエクササイズですけども、結構いいエクササイズだと思います。ではリシェイパーの皆さん、どっから僕はそのいろんなエクササイズを教わったかというとまあそれはそうですね、自分が昔のあの自殺未遂の時に自分のコーチを見つかった時にです。まあそのコーチは僕の狂いの洞窟から引っ張られたからこそ、今は僕はもう講演とかもできたりします。例えばね、モールでも講演とかしたりこともありまして、いろいろやったりします。で、今回はまあいろんな人を助けるというのも自分のミッションだと思いますが、もしよかったらあなたはなんか相談に乗らないに乗るという人のもあまり見つからないというか、結構こういうディレマがあるかもしれませんが、もしあなたはその悩みを抱えてるか、もしよかったら自分とのその悩みをあのシェアしてはいかがでしょうか。それしたいなら下の概要欄で自分のあのウェブサイトやまたは自分を PM プライベートメール、個人的なメールをしてもあの大丈夫です。でそれしたら、まあ、我々は2人で2人きりであのこういう、まあ、コールをしますので、まあ、もしよかったらあのスケジュールしてください。ではリシェイプの皆さん、僕はそうですね、あのこのチャンネル、まあ、いろいろな動画があってますので、もしあなたはまだあの対人恐怖症を持っている人だったら、こちらの動画を見てはいかがでしょうか。こちらも対策が入っているのでご覧になってください。そして僕は毎日この動画をアップロードしますので、では次の動画を見逃さなくない人は必ず通知ボタンと登録ボタンを押してください。そしてそうなんですけれども、次の動画なんですが、明日の動画はどうやってあなたの対人恐怖症または社会恐怖症から社会興奮、対人興奮になるというのは裏技です。それもあの本当に知りたいの方はとにかくあの登録ボタンと通信ボタンを押してください。もしこの動画はなんか価値があったら高評価もお願いいたします。そしてそのさらに価値が抱いたら、まあ、友達にもシェアしてください。自分のものは幸せ、つまり自分が何かを配るときにはその人に世話をするというの話なんですけれども、もしよかったらもシェアしてください。そして僕はそのチャンネルで大体は対人恐怖症などの、まあ、内向的の内容向けや、またはいろんな自己啓発からの学んだ裏技をここのチャンネルを紹介します。またはあのちょっとビジネスとかも入ったりしますので、例えば Facebook マーケティングなどはそれもあのこちらのチャンネルに入っていますので、まあ、その動画にご覧になってください。そして自分の次の動画に会いましょう。